おしっこ。いってらっしゃい。最近さ、周りの女性の方がみんなトイレに行くときに、普通さ、お花摘んできますとか、ちょっとお手洗いにとか言うじゃん。もう周りの子みんなおしっことか言って、帰ってきたら、よう出たわーとか言って帰ってくるの。どういう反応をするのがいいんだろうね。どういう反応をするのが正解かわからんよな。なんか困るよね、ちょっとなんかちょっとでもそっちに触れちゃうとセクハラみたいになるしさ。でも、無視もできないじゃん。そうだ、困る。どんな感、だから肯定もできないし、否定もできないし、自分から言ったのにもかかわらず、こっちが変なやつみたいな雰囲気になるけど、無視もできないじゃん。僕な、極力女の子には下ネタとか言わないようにしてんの。でも、怖いよね。もう、ちゃんと拭いたわなんて言われたら僕多分、もうきついもん。ちょっと。ああ、別の話題を出す。じゃ帰ってきたら、別の話題出すか。どうしようかな。ただいまー。おかえりなさい。ただいさん。レッツゴー！ちゃんと拭いて。レッツゴー！早く準備しましょう。もう怖いよ。ちゃんと拭きましたよ。ゾッとする、本当に。だといいですけどね。ゾワッとした。鳥肌立ったわ。ちゃんと拭きましたよ。もうきついきついきつい。すいません、汚れた VTuber で。いやもうきつい、もうやめな。プライベートはいいんだよ。好きにして。はい、僕にね、どういう反応をしてほしいの？拭けたん偉いやんつって。じゃあちょっとやってみよう一回。よいしょ。いや遅いな、もしかしちょっと待って、導入柄もうボーンってぶつかって、気が喧嘩だよ、喧嘩。いや遅いな、星川。花江さん、あ、おかえり。ちゃんと拭いたよ。ちゃんと拭けた、えらいね。キモ。いやもう、やっぱ完全に自分が、いやどうこの開始、自分で考えといて。キモいなって思います。いやもうその前からキモいんだけど、ね、言っとくと別に僕がキモいんじゃない、キメのおめえだよ。どうして is this happening?